なんでかわかんないけど、俺が小学生の時、ちょっとね、悪ガキだったのもあって、濡れるのって、かっこいいことだと思ってたのね。いや、例えば、雨の日だったら、傘ささずに、濡れていった方がかっこいいと思ってたの。だから、俺の友達もみんな濡れてたのね。七森くん、傘ささなかったの？俺ね、びっくりしたのはね、あまりにもね、雨の時に毎回濡れてくるからね、七森くんじゃ傘ないんじゃないかっつって。一回ね、家に電話されて、七森くんに傘を持たせてくださいっつって。お母さん、あれ、いつも持たせてるんですけどね。そんなこともありましたが、まあ、濡れるのがかっこいいと思ってて、トイレ掃除の時に、なんかわかんないけどね。なんかまあ、テンション上がっちゃったんだろうね。みんな。すごい仲いいお友達と同じ班で、濡れちゃったのよ。それもたまたま濡れたわけじゃないよ。水道に頭、はぁ突っ込んで、自分から濡れに行ったのよ。で、まあ、ちょっと濡れたぐらいだったらさ、なんかさっさってかき分けられるけど、がっつり濡れに行ったから、もうびしょびしょよ。上の服も、髪も。でね、夏だった、あったかい頃だったからね、乾くかなと思ったけど、そんな数十分じゃ乾かないわけよ。そりゃ乾かないわな、数十分じゃ。そんなに濡れちゃったら。で、案の定乾かずに、そのまま教室に戻って、友達と、やばいね。めっちゃ濡れてるよ、俺たち。これ怒られるよね。どうする？なんで濡れてんのって聞かれたら、どうする？どうする？いや、でも、間違えちゃったって言ったら、先生許してくれんじゃない？間違えちゃった。間違えちゃったって何よ。いや、でもさ、俺からさ、濡れたってさ、お前言うなよって言われて。いや、別に俺も勇気ないよ、みたいな。確かに、最初濡れたのは、お前からだけど、別に俺も一緒に濡れたし、そこはお前のこと売らないよ。そんな話をして。で、教室戻って。ね？なんか、始まり、先生が来て。いや、突っ込まれるわけよ。ん？お前らなんで濡れてんだって。お前らなんで濡れてんだって。で、三人、俺を含めて三人同じ班にいて。そのうちの一人が、いや、三人とも、いや、なんか、間違えちゃって、とか言ってたら、先生に、もうなんで濡れてんだ？結構強めに言われたが、ばっかりに、そのうちの一人が、泣き出しちゃって。先生からしたらさ、なんでそんなに、濡れてるのかわからない、なんで間違えちゃってって同じことしか言わないのかわかんないじゃん。で、一人泣き出しちゃった。そしたらもう、喧嘩したんじゃないのかと思ったんだろうね。先生は。まさか俺たちがかっこよ、濡れることがかっこいいと思ってて自分から濡れに行って、なんで濡れたのかの説明ができずにその子が泣いちゃったとは思わないから。で、先生に連行されて話を聞かれるっていう。いや、俺もまさかね、先生にね、言うことになると思わなかったよ。いや、濡れてるのがかっこいいと思ってて、自分で濡れましたって。まさか言うことになると思わなかったね。したらどうなりましたか？いや、どうもなんないよ。次から濡れるのはダメだよって。優しい先生でしたね。次から濡れるのはやめよう。風邪ひいたりするし。濡れるのはやめようね。喧嘩じゃなくてよかったって。すごく優しい素敵な先生でした。ありがとうございます。先生、僕はもういい大人になりましたよ。あの時先生が
濡れるのをダメだと教えてくれたおかげで、お風呂の時以外そんなに濡れることなく過ごせる子に育ちました。先生ありがとう。僕も大人になりました。あの時先生に怒られてなかったら今でも濡れてたかもしれません。濡れたままリハーサルに行ってたかもしれませんし、濡れたまま、いやライブで濡れに行ってたかもしれません。はい、まあ水も滴るほにゃららって言葉があるぐらいなんで、まあ濡れてるのはかっこいいんだよ。うん。でもね、濡れどころを間違えると変なやつになるっていう、これよね。そう、物事には限度ってものがあるわけよ。そしてタイミングっちゅうのもあんの。やりすぎはダメだしね、タイミングを間違えたら変なやつになる。そう、濡れも濡れどころが大事。濡れ方、濡れ度合いも大事だし、濡れどころも大事。そう、濡れってのはそういうものなのよ、大事なのはね。